この時期活躍するトップスといえばセーターですよね。お気に入りで何度も着ているものがあるかもしれません。ウェザーニュースでセーターの毛玉を取る頻度についてアンケート調査を実施しました。するとよく取るが 15%、 たまに取るが 58%、 あまり取らないが 27% という結果でした。毛玉は生地同士が擦れることで静電気が発生し、繊維が絡み合ってできるものです。在宅ワークでソファーや絨毯などとセーターの繊維が擦れてしまう機会が多かった方は、セーターに毛玉ができやすくなったのではないでしょうか。毛玉を取ることは、もともとセーターの繊維だったものを取るということです。つまり毛玉を取るたびに生地が薄くなってしまうのです。毛玉を取らずにいるとだらしなく見えて着心地も良くありませんよね。ここからは正しい毛玉の取り方を見ていきましょう。毛玉取りブラシや毛玉取り器といったものを使いましょう。またこれらがない場合、毛玉が数個程度ならハサミでカットします。一方で数がかなり多い場合は、食器洗い用のスポンジの硬い面で撫でるように絡め取ります。毛玉ができるのは摩擦が原因です。予防する方法をご紹介します。一度着たセーターには洋服用ブラシをかける。同じセーターを続けて着ないようにする。また洗濯をするときは洗濯ネットやおしゃれ着用洗剤、柔軟剤を使う。デリケートなものはクリーニングに出すようにしましょう。お家でできるようなものがばかりで気軽にトライできそうですね。お気に入りのセーターをできるだけ長く着続けられるようお手入れを行っていきましょう。